お疲れ様です。お疲れ様です。これ一体何なの？今日そうです、ね、見覚えないですか、この場所。いや、俺一回来ただけど見覚えあるから。なんかここ歩いて来た時点でなんかおかしいなと思った。今何かしらなんか山あるなと思った。来て本当なんか戻されたら、ジュース、ジュース、おかしい、おかしいですね。舐めたことダメですね。ダメです。ダメです。入ってるの？もう入ってます。もう飲んで。ジューシー。ちょっと光が見せてください。でも今日、仕事終わりに起こされたんですか？リリーちゃんじゃパーティーしようか。あ、そういうこと？だからもう来たってことだよ。そう、そう。めちゃくちゃやばいじゃん。また勝手に入る。めちゃくちゃ質素だね。こんななんか鍋ある。はい。行ってみよう。パーティーなんだね。今聞いてた。今聞いてた。すいません、はい、あの下の階の伊藤という者なんですけれども、はい、あの荷物がなんか間違えて届いちゃってるみたいで、はい、であの持ってきたんでちょっと一回いいですかね。あ、はい、すいません、はい、すいません。でも伊藤ってそのまま伊藤だったよな。もうそんだけだったらね。すいません、こちらになりますね。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。何かおかしいぞ。何ですか、これ今日あのパーティー、ただ仕事納めだったじゃないですか。はい、でも足場が増えずに、はい、まあ、最後の思い出作りになってしまう。ダメ。持ってきたんですよ。クラなんて聞いてないけど、なんかスイムがなんか舐めばしたいよね。言ってねえ。伊藤です。マジでさ、免疫でさ、はい、待ち伏せされてさ。そうですね。マジですか。そう、マジで免疫で待ち伏せされて。気象。気象よな。みんな気象。シモン出たんですよ。それでも待ち伏せ。何からも入ってる。うるせえ。うるせえ。ちなみになんか今度。IH ならなんでこんなさっき話が進んだか。てかこれは何ですか。まあ、とりあえずテレビで見ようか。そうですね。あ、一応もうジュースとか。え、あ、ジュースの2箇所買ってきたんで。誰も来てなんて言ってないんですけど。なにこれ、なんか何ですか、これ。違う、そこに置いてあっただけでしょ。止まる。冷蔵庫あります。あ、うどんありました。うどんつけました。うどん、あ、うどんやった。ちょうどいいですね。もう自分の家のね、このように焼けるやん。もう慣れすぎて。りーちゃん、何がございますか。お茶かファンタかハイボール。あ、そう、僕スイッチ持ってきたんです。あ、いいやん、ゲームしよう。なんか立ってるの座ろうとか。そうですね。俺ら全員立とでずっと。あ、こたつもあるんで。どうぞどうぞ。マジ自分ちのように。やろうよ。やりますよ。勝手にゲームもセットされてるみたいな。もう今日のための公開ゲーム。マジで、まあいいけど、まあ楽しいからいいけど。リリちゃんちって言ったら突撃感ありますよね。何それ。もうないよ、俺。もうないですか。お願いします。もういいですね。マリオパーティーは長いです。長いです。マリオパーティーしようよ。マリオパーティーします。これ大体さ、ドンキーかさ。あ、リュウジ君ドンキーっすドンキーか。イメージ通りすぎて。何がドンキーか、ドンキーか、ドンキーかワリオかなんかある。これは体当たりしようか、そういうの。え、違うんすよ。悪い字が一番。そんなことない。いいじゃないですか。こっち。え、当たるねんけど。長いんだけど。誰一。僕です。気持ち悪い。
あ、お疲れ様でした。お先に失礼します。早くない？これ2位。監督2位ですか？俺の後ろがお先です。なあおいうっとうしいよ。争い。コンピューター1だけやめてください、ね。よっしゃ。おお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 お食べますので。フォーマーがやる。次もみたいな。どういうこと？カード取ったよ俺。ど
こどこ置いてもじゃないですか。カード取っちゃえよ。オセロで煽りした初めて言ってた。カード取っちゃえよ。俺強いよ。ルール分かるんですかとか言って。カード取っちゃうよ。やべえな。カード取れちゃうわ、またカード取れちゃうわ、気持ちいいカード取れちゃうんだ、これ俺強えわ、やっぱりカード取れちゃうんだな。そうですよね、ルール知ってた。4つのマス取ったら勘の。いや、そんなことない。一番それもあるけど、最初に絶対奥取ったら勘だ。エアホッキング、ひたすらこうやってやるわけないのかな。いや、多分これだよ。あ、違います。よく起こすね。いや、これやってみたいねんけど、楽しそう。誰か待って、誰か家族の人、リリーさんじゃないですか。え、いいよ、リリーバース。おい、ちょっと待って、やべ、ちょっと待って、やば、ちょっと、おっくす、やべやべやべ、つかっ、やばいやばい、負ける、無理無理無理、ちょっ、あーやべやべ、ちょっと待って、やべ、いや もう1時間やってますね。なんやかんや、ね、なんやかんや言って、あの、あ、アポしてくださいマジで。なんやかんや言って楽し、いや、これ楽しいって言ったら負けやから。なんやかんや楽しいけど、いや、正月ですね。じゃでも正月多分いないから、逃げとくわ、逃げとく。鍵置いてほしいですね、来年への抱負。あ、そうなんですね。いや、このメンバーが来年の抱負しゃべったらおかしい。YouTube の抱負、逆に YouTube の抱負しゃべった方がいいんじゃない。寺道が抜けて、逆にだよ。俺らはそんなさ、ちょこちょこしか出てないけどさ、一番寺道と一緒におるじゃん、 YouTube。 そうですね、ミッチー君抜けてちょうどあいつも見るんじゃないかな。あれなんですよね、今ミッチー君がやってるその、何でしたっけ、そう、見積もりとかそういうのもリュウジ君が。そうだよ。なんで、次はもうリュウジ君が、ザッ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 とか。いや、俺 YouTube をメインでやるわけじゃないから。いや、違うから。リチ君ポジ勘違いすんだよ。俺リチ君ポジをやるわけじゃないですか。いや、それ YouTube と別でな。仕事においてはテレビの位置におるけど、はい、YouTube は多分君たちだよ基本。正直何も考えてないですけど、どうするんですか。いや、でもなんだかんだやっぱりなんか頼ってたところあったよな。そうです、うん、急ピッチでこのミッチ君いない企画をはめ込み始めたわけじゃないですか。最近になって、なんでまだ固まってはないですけど、多分今の YouTube の傾向とか SNS の傾向を見ると、うん、そう、なんか人の私生活を覗き込みたいみたいな、うん、多分流れがあるんで、うん、私生活というかオフを多分まあ見たいのかなと思って、まあ、現場絡めつつも、まあ、オフとか
私生活を覗き込むような企画をはめていこうかなって考えてます。でも私生活でもね、撮ろうと思ったらその人がちょこっと仲良くないと撮れるじゃん。そう、いきなり夕食撮りに行ってさ、私生活撮り出してくださいって絶対嫌だって言うと思う。そうなんですよね。リュウジ君が今日呼ばれたっていうことは、次はリュウジ君の休日。どうやって俺の休日勝ったりじゃねえ、バキはやめじゃねえぞ俺。そうですよね、出かけるわけじゃないから難しいですよ。ゲーセン行くとかないもんね。ないっすよ。ないでしょ、一人でコメダ行くとかないでしょ。ないっす、ないっす、ないっす。ないって。いや、まあ、どうするかです。いいじゃない。同じですか。ニューちゃん難しいよね、今ね、ジム やりながら YouTube 出るけど。まあでもちょっと、まあ余裕はまあ出てきたんで、うん、出れるかなって感じですけど、正直あの、どこまでジムこれからしていくんかっていうのも正直なんかまだはっきり決まってないところがあって、まあでも動画に出る機会は増えたら嬉しいですね。うん、うん、ほぼほぼもうリリーちゃんメインみたいな感じになっちゃいますよね。おのずとその、あ、出る頻度的なあれですから。確かにそうやんな。食べます。そうや。伸びてますね。全然忘れてたけど。すっごい雑。全然使ってない。乗せましたって感じですね。乗されたらこれ乗せていいの？いるこれ。手作り感がまた。そうですね。冬休みが。冬休み感。冬休み感が。手作りでもっと上手くて。よしよし。食べた方がいい。人間ってね、食べるか、セックスするか、だからね。いいですね。混ぜんなんだよ、あの、なんかさ。確かに。え、でも、下の取れば上のが沈むから、どういうこと？オッケー。目安です。食べないんですか？これ食べるその。あ、もうちょっとだからね、卵入れたいぐらいだな。確かにうまそうですね。卵入れますか？絶対卵入れた方が美味しいね、これ。混ぜたらうまそう。あ、混ぜよ。卵入れちゃうぜ。卵入れましょうか。すごい真っ白卵で。こんな入れます？初めてこんな入れるけど。なんか卵閉じとかさ、はい、うどんの卵閉じとか。え、でもこんなにぶわって混ぜますかね。そう、普通にココとか入れるから。ココ大晦日かかりますね。ねえ。ねえ。マジっすか？全然ねえ。食べます。食べて食べて、どんどん。大丈夫。持って帰るのかな？うん。持って帰ります。かわいそうだ。あの次はとつられてもあの追っ払うんで、期待しないでください、皆さん。大丈夫だ、整う前にいるからな。そう。リリちゃんが途中で来たみたいな。自分キャラに追い返される。じゃあもうそしたら、今度突り返しに行きましょう。はい、突り返しに。どこですか？え、お二人のお家に。いや、かわいそうです。いいっすね、こういう。そうですね、年末感ある。年末感楽しかったですね。無理やりする。来年もよろしくお願いします。終わり方。そんなことある。もうお腹いっぱいしてる僕。お腹いっぱい。じゃあもうみんな全然食べてないやん。やろうかじゃあ。どうしたの？やろう。帰りますか。あと、あとおとなちゃんよろしく。ちょ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 待って。来るだけ来てマジで。ちょ待って。よろしくね。ちょ待って。いや来るだけ来て来れないマジで。ゲームもちょっとまあ。あ、くれんの？いや、送ってください。めんどくさいですもん、片付けるのが。え、ちょっと待って。よし、あと家に帰って、帰って寝るだけだ。え、ちょっと待って。ちょっと待って。はい。そういうこと。1戦目開けちゃダメなんですよね。ちょっと、止めてくれ。止めてくれ。止めて、やばい。はい。一番上、ダメだぞ。一番上ですか？もういいから、もういいわ。ダメだぞ。ちょ、もうそこは何も面白いも入ってません。もういいから。開けたら噛んぞな。絶対開けたら来るからな。引き出しの一番上ダメだぞ。絶対ダメだぞ。いや、ちょっと何が10年ですか。あとはじゃあスイッチもらいますね。コントローラー全部もらいますね。全部もらいます。ちょ待って、ちょ待って。お疲れ様です。全然お疲れじゃない。じゃあね。マジ全然お疲れじゃないわ。スイちゃんまた見てね。じゃあ待って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 待
ちょっと待って、マジでもう来ないでください。ちょもう引っ越すんで、もう来てもらう。また来るね。いいわ、もう。ちょ、もうマジで。ちょっと待って。お疲れ様です。さよなら。一番最後に面白いじゃない？片付けましょう。